さんこんにちは、ミカミックスです。スーパーロボット対戦 V では続きをやっていきましょう。次は第30話ですね。その前に戦艦系をねちょっと全員5段階にしました。まあいるメンバーだけですけど、でソフトにねヤマトっすね。ヤマトの、ボーナスがあれなんですよ、強化パーツプラス1で強化パーツをね3つ付けられるようになって、もうめちゃくちゃバケモン化しましたねじゃあそのまま30話へ進んでいきましょう。日本光子力研究所司令室。グレートマジンガーと鶴木哲也の正体は結局由美教授にも分からなかったと。謎のマジンガーだな。重蔵博士に匹敵する科学者。戦闘の中でマジンガーが生み出した。ラーカイラム格納庫。こいつの訓練マジ厳しそうだかんな。補給物資揃うんだ。ネルフの風当たりって言ってもさネルフ結構な権限持ってんじゃないの。他のエヴァはまだ出てきてないよね。特製アイスクリーム。地味ばっかりで全然戦力にならない卒なくこなしそうだけどね。
いただくぜって。アイスクリームには目がないんだって。そうなの？ラーメンには目がないって言ってなかったかって。食い物に目がないことか。あれはひどかったぜって。警報か。警報の種類がわからん。連邦軍の部隊が接近中。第30話、変わりゆく世界。ペーネロペーっぽいのがいるね。レーンエイムも出てくるんだ。12機になってる。ゼータ、ダブルゼータ、ニューガンダム、スリーガンダム、X1、F91、ユニコーン、ゲッター、マジンガーか。ゼータ発動今回。ビューナスエースは入れときたいからね。ペーネロペーってなんでペーネロペーっていう名前なんだろう。
アンクシャの撃墜か。とりあえず加速をかけて。ヤマトって加速がないんだっけ、そういえば。マジか。惰性だけ出そう。ちょっと赤いのもだな。加速をかけて、全面に出てフォーメーションを組まないといけないからな。ネイルアガマの加速をかけるか。で、どうするかな。ダブルゼータ、ここに置いとこう。でこっち射程が長いから、ここトミヤがな、意外と短いかな。こいつこう、でマジカはこっち、エヴァここら辺で、主人公機はちょっと強すぎるから、でニューガンダムか、で F91、 ユニコーン、ゲッターので、変形下に置いてほしいんだけどさすがに狙えないよな。兄弟機か、こいつからは逃げたって無駄だ。そこだ。足りないのは性能か、それとも俺の腕か。ミノフスキークラフト機か相手ならば、逃げるならこいつで追う。そこ動きは死に繋がる。さすがだな、AM 回復させよう。で、あとね、あるやつ狙っていきたいけど、一回ちょっとこっちを前に出す。ファイナルビームがいけんね。忘れちゃうんすよね。
意外に遠いんだな。近くに見えて遠い。エヴァを狙ってくるか。ちょっとこれは別だ。なんだ、食らったぞ。なぜだ、まあいいや。まずレイエを落とす。警告はした。覚悟があると認める。パネルミサイル、これで。やられたのか。うわあ、メガブースト、おお、いいの持ってんね。ペーネロペを失うわけにはいかない。そりゃそうでしょ。経験が不足している。さすがだな、バンドの見立て。倒せるやつを倒したいな。ちょっと前線を交代するか。ここ結構狙われるからね。シープに切り替えよう。ジェリドはまだか。未確認飛行物体。あれは、みんなあれはっていうね。パターン青、使徒の確認。あ、こいつか。止めるんか。
サードインパクトっていうか関係なさそうだしね。第6首都の撃墜。なるほどね。まだ最終目標じゃないってことか。あれこっち大丈夫か、こんなとこにいて。まあ本当はなネオジオンも殲滅させたいけど、マップ兵器的なものはないよね。よし、じゃあネオジオン部隊とこっちの部隊で分けるか。まずはここに戦艦を配置して、でダブルゼータどっちの方行ってかなんでしょう。 38% か。さすがに射程をしている。見つけた NTD、 この力があれば。一点を狙った攻撃なら軸さえずらせば。フェアリーなんとかって、え、ここでかけるの？いや、社長。
で僕なんだろう。波動砲、ああ確かにね、これは拡散するんだ。だらしないな、柔道。ミョザン対ジェリと注意。全速前進、エネルギーが、
れはが多いよねこのゲーム。グレートマジンガすごいね、ギャザンとジェイド。さーてと、もうみんな動いちゃってるからな、ちょっとマジでグレートマジンガーに任せるしかねえわ。シーモックもちょっといけると思うんでいくか。エヴァの方じゃなくて、多少はしょうがない。グレートマジンガーでなんとかする。サンダーブレイク打てねえのかよ。ヤマトあっちに行っちゃったんだ。まじゃあ攻撃をしつつ前進するか。ゲッターゲッターは加速があるよね。マルチアクションは使えないか。ここら辺でマルチアクションが使えるようになるとかなり楽だけど、ストラサンシャイン90。できないのか。高低差があると本当に距離がつかめない。主人公もこっちに回すか。14000とかさ、強すぎでしょ本当に。プレスファー、だいぶ当たってた。
よいしょ。さあ突っ込め突っ込め。こっちしか見ないか。ユニコーンで行けるとこまで行こう。で、アムロもモルベンチャーだった。ベスパー。諦めてくれればいい。よくかわせるな、あんなもん。
けるな。仕掛ける。こいつを使うしかない。さすがヤマトだ。エネルギー充填完了。飛んでるからね、うちのエヴァンゲリオン。絶対に当てるんだ。
つらの機体大丈夫か。残念だからアスカもな、出してる余裕はないからね。
ツを教えてやろうかって。ハサウェイ何気にすげえな。ライト大佐からアーカイラムに戻ってこいと。ダーカード。連邦政府議会。遥かに上回る視力と聴力を持っていますね。というところで、じゃあ第30話これで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。